はい、敷地を生かすワンポイントアドバイス、敷地はですね、全体で39坪あります。前提は家族4人、離れが欲しい自転車2台、そして車も2台という設定でいきます。こういう偏見な土地なんですけど、最初にやることはいつもと一緒。まず基準線を書いていきます。そうすると車の位置、建物の位置をどこに配置していいのか分かってきます。そしていつものように車の置く位置を決めていきます。その時に植栽の位置も決めていきましょう。そうすると建物がどこに配置できるのか、離れをどこに置くのかが分かってきます。そして1階の平面図が決まり、デッキとか離れとのつながりもよく分かってくると思います。そして道路から見た時の立面図ですね、立面図、そして植栽の位置関係が分かり、最後長官図、そして部分的な内観バース的なことを踏まえると、家づくりが大体大枠で見えてくると思います。ぜひ参考にしてみてください。